皆さんこんにちは。本日は SNS 疲れ、インスタ依存、ツイキャス廃人などについてねお話ししてみたいと思っております。えー、かなり以前にねモデルブームというね、えー、現象がありましたね、ファッション雑誌に出ているねまあ、非常に美しいですねモデルさんに憧れるというような形でですね、えー、まあ、彼女たちがねいろんな事業をやったりですね、 うんまあ、その地名度を利用してですねいろいろとこう展開していくというような、ねえー、形ですよね、まあ、一種の、まあ、セレブ的なイメージを使ってですね まあ様々に人生を利に送っていくというような形だと思うんですねそしてですねそのあとに出てきたのはですね、えー、読者モデルということになるわけですね読者モデルというのはね、えーまあ、実際の雑誌とかに出てきているモデルさんよりもね、えー、もう一ランクね普通の人にこう近いというタイプでそのね親しみやすさという形がですね、えーまあ、評判を呼んでですね、うんまあ、あの社会に大きく出てくるようになってきたと思います。 ということですね。そして、えー、まあ、そのね火付け役となったものがですね、えー、まあインスタグラムですよね。まあインスタグラムにいろんなね、えー、自撮りでですね自分の写真を撮ることによって、まあ,あの影響力がだんだんできてくるという形になるわけですね。 まあねえー、結局は、うん、今まで雑誌やテレビに、ねえー、出る人というのは限られてきたけど、まあ、ネットとなると、ねえー、芸能事務所とかメディアの大きさとかそういうものは関係なくです、ねえー、とにかく、うんまあ、ファンとか、ね、フォロワーがたくさんいればそれだけ影響力が強いしそれだけ価値があるということになるわけですねしかしです、ねえー、結局はそのフォロワーの数という非常にこう微妙なものがです、ねえー、その評判になると。 確して美しくなくてもねフォロワーの数が10万とかね50万とかっていう形でいればですねそれなりの影響力を持ってですねそっちの方が人気があるということですね。そしてモデルさん同士の間でもですね まああの自分よりねフォロワーが多い人というものはですね見上げる格好になる自分よりフォロワー少ない人はね見下すという形になるらしくてですねまあ読者モデルでもねフォロワーが1万人ぐらいいるのは当たり前でねむしろそれ以下は相手にもされないというようなね状況らしいですね。フォロワーのね数とか気にしないような風を装ってもですねまああのフォロワーの数がですね、えー 同じ人でもですね、1万人いる場合と、まあ、100人とか、ね、200人ぐらいしかいない場合じゃですね、仕事の依頼とかが全然変わってくるというような形になってくるわけですね。 ですから皆さん自分のフォロワーを増やすことをね必死になって日夜そのことばかり考えてしまっているという状況になっているらしいですね常に自分のフォロワーを増やすにはどうしたらいいかそうすると自分のイメージとかねまあ着ている服装とか当然のことですね一緒につるむ人とかですね店に入るその 例えばレストランだったらレストランのねその雰囲気や自分のイメージに合ってるかそして付き合う人をねどういう人と付き合ってどういう形でまああの微笑んだりとかですねポーズを取ればその世界観がですね十分にフィットして多くのフォロワーを喜んでもらったりたくさんのね支持を獲得できるかどうかということがですねまあそのようなことを常に考えているというような形らしいですね。 そして自撮りをするのは毎日毎日自撮りをしてですね1日100枚自撮りをするのなんて当たり前とそして当然、ねそのアプリスマホ等のアプリで,ですね加工してですねいかに可愛く美しく見せるかということにね躍起になってまあそのね結局、依存状態になってしまっているとまいうような人が非常に多いということなわけですね。 そして、まあ、これと比べてですね Facebook はどうなのかというとね、えー、Facebook も同様な状態になってますねこれは読書モデルとかねそういうようなあタイプのね、えーまあ、ナルシ,ーナルシースティックなね、えー、ような状況,状況ではなくですね、えー、もう少し違った状況になっているようですね。 まあ今まではね20代中心20代30代が中心だったんですがもう最近はねえそれもどんどん普及してですね40代50代の利用者も増えてきているというような状況になっているということでねそうしますとですねえまあなんていうかな今度はですね sns 打つととといいうう形になるということですねまあそれはどういうことかというとですね結局は自分のね人間というのは他人のことを見ることができなくてまあ、自分のね中だけで生活していたから幸せだったというところもあるわけですね。他人のね例えば自分の一家のね家庭でもですね まあ,あのそんなに人がいない村とかそういうところですねそういういところに住んで一か4人とかにね住んでれば人と比較することもなくですねまあうちはこういうものだという形でまあそれが当たり前と思って普通にこう生活するわけですね。そこに隣に1軒ポツンその隣に1軒ポツンという形でいろんな集合住宅的にですねいろんなところに家族が他の家族が増えてくると。 あれうちはこの程度の食べ物しか食べていないのにあそこのうちはあこういう食べ物を食べているあれうちは、うん、この程度の車しか持ってないのに、うん、あそこのうちはこういう車に乗っているのねというような形でですね他人と比較するような形になってくるということですねそうするとですね、まあ、比較することをであんまりこう気にしない人もいるしそういうことを非常に気にする人もいるということになるわけですね そうするとおだんだんね心が穏やかでなくなってくる近所の人はですね、えー、仲間であり情報を、ねえー、交換する協力者でもあると同時にですね、えー、まあ、比較対象となるライバルとも言えるということでね、えー、徐々にですね、うん、ライバル的な意識がこう強くなってくるという形になってきますね。で今まででで今まますとね、えーまあ、そういうい形でブスブス 理的な物質的なねものだけでこう住んでいたんですが今度ね、ね SN SNS が発展することによってもう常にですね家の外に出る、出ないに関係なくですねベッドにいる時もですねリビングでくつろいでいるときソファーでごろっとしている時もスマホ1つですねそういう外からの情報が入ってくるというような形になって常に、ね、他人と比較対象することという状況になってくるということですね。 うんまあ他人と比較してえ自分はなんて冴えないんだとかねえなんでこんなあね週末の華やかな金曜日なのにえなんでこう他の人たちはみんなねえ素敵なレストランでえみんなでにっこり写真を撮って素敵な料理を食べているのに自分は一人でねえまああのぼっち。 職をとっているのなんて寂しいと、まあ、いうようなことをですね比較して考えてしまうと、まあ、いうようなね、うん、形でどんどん落ち込んでですねそれがうつに発展していくということになってるらしいですね。そして、えー、まあねあのこういう形で刺激を受けるとですね、えー、ダメだダメだとこんなもことをやっていてはダメだというふうにね、えー、思ってもどんどんハマっていくという形らしいなわけですね。 まあ一説によるとですねアルコールとかギャンブルとかあそういうニコチンとかねそういうものと比較してもですねやはり SNS の方が中毒性が高いと中毒になりやすいというところがあるようですねまああのアルコールとかね、えー、ギャンブルとかですねタバコとかそういうものはですねまあ明らかに現在の日本の社会では 明らかにねね、えー、ままマイイナスのイメージがついてます、ね、しかしまだ SNS はね、えー、さほどマイナスなイメージがついてないし、まあ、健全なね、えー、人とのつながりという美名のもとで、ねえー、まあ健全なです、ね、意味合いでまあ、取り扱われていることが多いからなおさらねアルコールとかギャンブルとかと比較するとのめり込みやすい。 あと、お金もねかかりませんね、えー、0円ですね、ほとんどね、えー、通信費以外は0円ということで、お金もかからない、スマホが手,前手元にあれば誰でもできちゃうというところがあって、ですね、えー、これもですねやはり SNS 依存にね、えーまあ、なりやすい意味の一つというかね、ね、えーまあ、原因の一つというふうに言われているということですね。 まああの私のね近くでも、ですねやはりこの人、ちょっと SNS 依存なんじゃないかなという方はまあ結構いるようなところがありますね。例えば、ですねフェイスブックとかをやってもですね本当にね毎日ね1日3回とかね1日2回とかねアップしてる人がいてですねまあ昔の学生時代とかのね仲間なんですけど本当にですね えー、よく記事アップしてですね、まあ、個人的にはあまりね、えーまあ、あのリアルで会っていた、うん、時代にはね結構仲のいい人で、えーまあ、今でもね別に普通になんていうのかなメールとかたまにねやり取りもしますけど、まあ、基本的にどうでもいいことをですね、えー、毎日2回とか、うんまあ、3回ぐらいアップしてですね、うん、なんでこんなに SNS をやっているんだろうというような、ね、形で。 思いますねうん。実際、女性がやっぱり割合と多いような気がしますね。女性が多い。なんかあんまり、ね、こうリアルに普通の世界、リアルな世界ですることないのかなというようなこう気がしてしまうというところがありましてですね。あとはあのツイキャス廃人というね言葉もあるらしいですね。まあ、ツイキャスとか私は全くやったことないんでわからないんですけど、あの facebook ととかとはまた違ったね形でこの youtube ですよね youtuber でね結構話が面白くてですねえまあ頻繁に更新とかをしている人がいてでチャンネル登録とかをさせていただいている人がいてですねまああのオフ会みたいなことをやってリアルでもねお会いしたことがあるんですけどその方もね本当に話も非常に面白くて。 えまあためになる情報とかですね、主にガジェット系とかですね、ためになる情報とかもやってくれて、ユーチューバーとしてね非常にこう優秀な人だなというふうに思うんですけど、その方がですね、頻繁にですね、ユーチューブライブとかツイキャスをやっているというんですね、ユーチューブライブの方はね、結構よく見たりもするんですけど、 いやちょっとね、時間があるとすぐね、ライブをやってですね、えー、みんなとこうやり取りしているというところがあってですね、まあ、それもですね、えー、結構なんか、心身的にですね、最近、新しくね、やってきて、ぐいぐいチャンネル登録者数を,を伸ばしているですね、YouTuber の方とかもいて、やっぱりチャンネル登録者を伸ばしたりね、ファンとの交流を深めるためにはですね、 えまあ YouTube ライブすごくいいよみたいなことを言っててですね。うん、まあ 頻繁にね、えー、ちょっと今日暇になっちゃったから今これからライブやりますみたいなことをやって,ですやってらっしゃるわけですね。ただね、えー、まあ何人かそういう心身系の YouTuber の人のを見てるんですけど、どんどんね、えー、そのなんというか YouTube ライブをやる頻度が高くなっているという形ですね。まあ、それを感じるという感じで、以前はね、たまにやってる方もね、えー、なんか本当にどんどん頻度が上がって、 っってていいるというとうころがあってもしかしてねこちらも依存性がかなり強いものなんじゃないのかなというようなふ、ね、うに思ったりするわけですね。でまだね今はネットとかネットでもね SNS とかですねまあインスタグラムとかですねまあツイッターとかもそうなのかもしれませんけどそっちのね依存ね。 ショーみたいなね、えー、形でこう取り沙汰されてるんですけど今後はですね YouTube とかそういう動画系でもですね、えー、依存症みたいのがですね、えー、結構ね取り上げられるようになってくるような気がするんですよね。んツイキャスとか、まあ、今でもねすでにツイキャス廃人なんていう言葉が出てるぐらいだしあと YouTube ライブも結構なんかその依存性がかなり強そうなね、うん 感じががしてていいるというとうころがあってですね、まあ、ねま youtube も最近はもうどんどんね SNS 化しているところは結構ありますよね。ですからまあ結局はそういうものにねはまり込んでいくという傾向が、まあ、強いんじゃないかなというふうに思ってですねこれからは、まあ、動画系の依存症が増えてくるような気がしてですねちょっとね、えーまあ 注意して観察していきたいなというふうに思っているという形ですね。 私は個人的には自分のタイプとしてはですね、えー、まああのあんまりこう人とつながりたいとかね、えー、思うタイプではなかったんで、Facebook をね、えー、やってもですね、えー、まあかなり早めの時代からですね、2010 2 2年ぐららいか1 0年ぐらいからですね、えー、まあ知り合いに勧められてやってですね、まも、あ、しいなとはふうには思ったんですけど、うん、まあそんなに記事もアップしないし、のめり込まなかったというか、Twitter とかもね、Twitter はフォロワー1万2000人 ぐらい1年間でできるぐらいまでねフォロワーとか伸ばしたんですけどまあそれは結局はねえまあ仕事のためとあと実験的な意味合いでねいろいろとマーケティング的なことを試すためにやってみたという形でですねまあ面白いというよりは義務的にやって結局はもう1万23000人いったらもういいかなという形でえちょっと今ね放置気味という形になってしまっているんですけど。 ですからあんまりね、気質的にはそういうものに依存するタイプではなさそうだったんでね、うん今のところそういう気配は全くないんですけど、しかし、まあ、かなりね、えー、便利だし、楽しい人にとっては楽しいんでしょうからね、そこら辺の部分って、きっとのめり込む人はのめり込むんだろうなという形で、ちょっと突き放したような言い方ですけどね、なんか面白いなというか。 大変だなというかですねうんそんな感じで、眺めているというような感じです。そんな感じでですね、SNS 系の依存症ということについてお話をしてみたという形です。お付き合いいただきましてありがとうございました。